いものも関係ない、あとあったものと言っていただく、これ重要ですね。感謝、重要、そして愛情、慈悲という慈愛ですね、慈しみの気持ちを、愛情を持って人に接するんだという慈愛を、この3つですよ。感謝と受け入れる、需要、そして慈愛、人と接するとき、物と接するとき、全部自分の心持ちが大事ってことですよね。今日のトータルを思い出してください。ずっと心ですよ、ね、考え方、能力、熱意もそうです。考え方が大事なんですよね。で、言葉一つもそう、心から発すること。じゃあその心持ちを持って、今から指導法事の専属用をさせていただきます。で、この専属用、法要の時も私必ずお話させていただいてますけれども、心持ちが大事なんです。どういった心持ちか、2つあります。1つは、生前中のですね、そのお父さんの姿、あるいはお母さんの姿、あるいはおばあちゃん、ね、おじいちゃんの姿を、皆様それぞれの気持ちの中に、それぞれの皆様、親先祖がいると思います。その方たちを自分の気持ちでまた回想させてもらう、僕が思い出させていただく、目を閉じてずっと思い出すんです、ありし日の姿を。そして自分と接してくださったあの言葉を、あの声を、いろんな教えを思い出すんですよ。そしてありがたい、ありがとう、今自分がいるのはあなたのおかげです、そういうふうに思って、感謝の気持ち、感謝の気持ちを込めるんですよ。感謝の気持ちを込めていく、その込めてお焼香するんです。感謝の気持ちを込めて手を合わせるんです。自分と一体になるんです、手を合わせるって。そういうことなんですよね。まず2つのうちの1つは感謝の気持ち、ね、この感謝の気持ちを込めるっていうのは大事な極要です。そしてもう1つ、自分の今ある元気な姿をずっと見ててください。安心して見届けてください、見守っててくださいということです。そういうことですよね。教えていただいた家の紙七代の伝統を今私は引き継いでいます。あの笑顔、あの頑とした強さ、あの芯のあるお父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、優しさ、ぬくもり、いただいたものを今度自分が周りにさせていただきます。その姿を見てください、安心してください、そして見守っててください。これこそが恩返しならぬ、次周りの人に送る恩送りですよ。エコーって、巡る、口が二つに向かう、巡り向かうじゃないですか、ずっとね、ずっとこれ回さなきゃいけないんです。いただいたものを次自分がする、自分がしたものを送っていく、それをまた見てくださってるのを返すんですよ。絶対見ててくださってるんで戻るんです。それがエコーですよ。で、見ててくださった、帰った時に安心してくださる、そしてゆっくりと見守ってくださる、安心してくださる、これこそが最高の親孝行ですよね。え、仏教での最上の親孝行はこれだっていうふうに言われてます。まさに今からお参りさせていただきます。皆様それぞれの気持ちを持って、感謝と、そしてこれはエコー、極要、今言ったのは法恩と言います。法恩に報いる、恩に報いる、いただいた恩を次は自分が報いていくんだ、恩に報いる、法恩ですね。恩に報いるためには恩を知らなきゃいけません。知るために思い出すんです。それが法エコー、極要になってきます。なので今からの時間、知恩、法恩、恩を知る、そして恩に報いる、ご栄光、ご供養ということ、そして改めて自分の命ということについて考えていただく時間にしていただきたいなというふうに思っております。ちょうど時間となってまいりました。これにて終わりさせていただきたいと思います。それではお題目一章を持って終わりとします。南無妙